では、フランクフルト国民議会の経緯について説明したいと思います。まず、ドイツの中にはプロイセンとオーストリアという2つの大きな国がありました。北の方にあるのがプロイセン、南の方にあるのがオーストリアです。オーストリアを含めてドイツを統一しようという考え方が大ドイツ主義。オーストリアを除いてプロイセンを中心として一つにまとまろうという考え方が小ドイツ主義です。各地から集められた代表者たちが話し合いをして小ドイツ主義にするか、それともオーストリアを含んだ大ドイツ主義にするかということを話し合いをしているんですが、このフランクフルト国民議会で最終的に採用されたのは小ドイツ主義です。なぜ小ドイツ主義が採用されて大ドイツ主義が採用されなかったのかというと、実はオーストリアという国はこのドイツ語を話す人たちが話すエリアだけではなくて、その外にも広い領域を持っていたんです。かつてのハプスブルク家が支配していた領域が残っていますので、とても広い領域を支配しています。で、このドイツ語を話す人以外、つまりドイツ人以外の民族はどういう人たちがいたかというと、マジャール人という人たちやスラブ人という人たちなど、まあ、つまりドイツ人以外の異民族もオーストリアの領土の中には住んでいたということで、ウィーン体制の中で国民国家という考え方が広まってくると、ドイツ人以外のいろいろな民族が自分たちの国が欲しいというふうに動き始めましたね。だからイタリアでもイタリア人の国が欲しいとなるし、オーストリアでもあるいはドイツでもドイツ人の国が欲しいというふうになります。で、当然マジャール人もマジャール人の国が欲しいとか、そういうふうになります。だからオーストリアという国はこの時点で国内で民族紛争の火種を抱えている状態ということです。そういう火種を抱えた状態のオーストリアを中心として、まあ、大ドイツ主義を採用するということを、まあ、ドイツの多くの人々が良しとしなかったので、結果的に小ドイツ主義が採用されることになりましたというのがフランクフルト国民議会ですの、まあ、結論なんですけれども、ただじゃあプロイセン中心でプロイセンの王様に新しく私たちのリーダーになってくださいという冠を捧げようとするんですけれども、実はそれはプロイセンの王様はそれを拒否します。なぜなら選挙で選ばれた民衆の代表者が決めた冠を自分は受け取ることはできないというふうにプロイセンの王様は考えるんですね。ですのでフランクフルト国民議会では小ドイツ主義が採用されるんですが、結果的にプロイセンの王様がそれを受け取らなかったので、フランクフルト国民議会自体は失敗に終わりますというのがフランクフルト国民議会の大まかな流れです。大ドイツ主義と小ドイツ主義の違いについて覚えておいてください。